皆様お疲れ様です。パーソナリティのさくらです。今回は外国人たちの間でも人気である日本の鎧兜を中心に取り上げていきたいと思います。後半には海外サイトが選ぶ魅力的な侍についてもお伝えしますので、最後まで見ていただけると嬉しいです。ためになったと思った人はチャンネル登録よろしくお願いします。日本の象徴の一つでもある侍。侍は自国の歴史や文化の中には存在しない日本独自の文化であるために、外国人にはとても人気となっています。また侍の自らの行動や責任に命を懸けるといった武士道もまた海外の人たちの心をわしづかみにしている要因の一つであります。海外に広く知られるようになったきっかけは、世界の黒沢こと黒沢明監督の作品七人の侍の影響が大きいです。中でも日本特有の盾シーンは外国人にとってとてもインパクトのある映像であったようです。この映画をきっかけに海外の娯楽の方面にも侍を強烈に印象をつけました。日本では1954年に公開されましたが、海外で人気が広がり始めたのは1960年代になります。七人の侍は以降の映画制作に大きな影響を与え、ハリウッドでも舞台を西部開拓時代に移した今夜の七人という映画が作られたりしています。皆さんご存知、スターウォーズも七人の侍の影響を受けたとジョージ・ルーカス監督が語っていたり、巨匠スピルバーグ監督もリスペクトしているそうです。その他にも将軍、ラストサムライなどを見て好きになった人も多く存在していると思われます。また侍が身にまとう頭部を守る鎧と頭部を守る兜からなる甲冑も外国人にはとても魅力的に映るようです。日本における甲冑の歴史はとても長いです。中国から伝わった甲冑は日本の古代王朝の成立とともに発展していき、高い芸術性のある日本独自の甲冑へと進化を遂げていきました。古くは弥生時代の遺跡から木製の炭鉱の部分と思われるものが発掘されています。炭鉱とは銅を守る竹の短い鎧のことになります。5月の節句人形にも見られるような日本の甲冑の様式が完成したのは平安時代のことです。日本の甲冑は身を守るということのみに目的を絞り込んだ簡素でとても実用的なものから、敵を威嚇もしくは味方を鼓舞するために装飾を凝らしたものなど多種多様になります。戦闘様式の進化に伴って現代においては実用的に甲冑を身にまとうことはなくなり、お節句や行事の中で用いられるのを目にするだけとなっていますが、日本の甲冑の持つ歴史や美しさに魅了されている外国人のファンは多いようです。甲冑は海外の美術館や博物館でも展示されていて、それを目にした外国人たちからその格好良さと美しさを称える声が相次いでいましたので、その一部をご紹介いたします。日本の鎧のかっこよさは異常、その一言しかない。武士道の精神、結局俺たちが侍が好きな理由はそれだよ。アメリカ侍の鎧は美しい古代文化の象徴、どれも遥か昔に作られたものなのに、なぜ現代人の感性に強く訴えかけてくるんだろうか。ブラジル、どうして中国の武人の鎧はあまり残ってないんだ。その辺って中国の歴史の一番の欠点だと思う。古代の遺産はほとんど持ってかれちゃってるんだ。台湾、バルビエミュラー美術館が所蔵してる侍の鎧の数は日本国外では世界一だと言われてるね。
チリに来た時に見に行ったけど、本当に見事だった。チリ。それにしても、何百年も前に使われてた鎧なのに、よくあんな良い状態に保ててるな。アルゼンチン。日本の鎧は、人類史上の傑作の一つじゃないだろうか。争いに使うものが芸術になってしまった得意な例だろう。スペイン。日本の鎧を見ると、目に魔法をかけられたかのような感動を覚えるよ。こうやって、歴史ある鎧が、今も世界中で展示されていることは、勇敢で、誇り高い男たちへのトリビュートになるだろう。フランス。昔、ロスの博物館の展覧会で見て以来、日本の鎧に夢中になってる。わざわざ、ダラスまで見に行ったこともあるからね。アメリカ。日本独自の文化に対して、感動している声が多数見られ、とても嬉しいですね。どうか、大切に保管していただき、これからも、多くの外国人に見てもらいたいです。それでは、次に、様々なテーマのトップ10を紹介するリストバールスという海外のサイトで、魅力的な侍トップ10が取り上げられていましたので、そちらを紹介したいと思います。10位、巴御前。平家物語によると、巴御前は、美しい肌と長い黒髪の美女であったと言われています。弓と剣術に秀で、神や鬼神とも渡り合えるとされていました。9位、源為朝。記録に残された、最初に切腹をした侍であると言われています。源為朝は、左腕が、右腕よりも約15センチメートルほど長く、これにより、人よりも強く弓を引くことができたそうです。8位、楠木正成。彼は、裏切り者の足利尊氏の手によって命を奪われるまで、亡命した後醍醐天皇に忠誠を尽くしたことで有名であります。その死によって、彼は、武士の持つ不滅の忠誠心の先駆者と見られている。7位、宮本武蔵。放浪剣士の中で、最も有名とも言える宮本武蔵。浪人とは、何らかの理由で、主人に忠誠を見せず、傭兵として身を立てていた武士のことを言います。6位、本多忠勝。死を超えた戦士とも呼ばれており、徳川の家来として100を超える合戦に参加しており、一度も敗れたことがなかったと言います。5位、伊達政宗。暴力的な性質と無謀とも言える戦略で、周囲の人間に恐怖をもたらしたとされる伊達政宗。彼は、徳川政権下において、自身の藩を治めることに成功している。4位、徳川家康。織田がつき、羽柴がこねし、天下持ち、座りしままに食らう徳川。徳川家康は、この三人の中で、唯一日本を統一した人物として、最も有名な武士と言える。彼は、現状をしっかりと見据え、トップを取るためにリスクを計算した、現実的な人物であった。3位、武田信玄。武田信玄は、五度の川中島の合戦を含む40以上の戦を行っており、4度目の川中島の合戦では、ライバルの上杉謙信と軍配を手に1対1の戦いをしたと言われている。信玄はいずれ弓矢が時代遅れになると考え、戦闘に火器を使用した最初の武将の一人とも考えられている。2位、豊臣秀吉。足軽の息子として生まれ、血統が何より大事だとされていた武士の中で革新的なリーダーとなった。秀吉は、現在においても最も有名なランドマークの一つである大阪城を建築したが、皮肉なことに、この城は、息子、秀頼が、徳川に命を奪われ、豊臣家が終焉した場所でもある。1位、織田信長。彼の名前は、日本の歴史において、
最も有名なものの一つです。最も重要なのは、彼が重火器を採用したことと、火縄銃隊がひたすら撃ち続けられるように最重点要員を配置したことだろう。戦場での成果や存在感にもかかわらず、彼が将軍になることはなかった。1582年、彼は少数の護衛と側近と共に寺院にいるときに、部下の一人である明智光秀に裏切られることになる。日本でも人気の武将たちが攘夷を占める結果となっていました。海外の人たちが日本の侍や甲冑を取り上げてくることは、日本人としてとても嬉しく思います。いかがだったでしょうか？良ければコメントで感想を教えていただけると嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。